置かれている帽子の向きを変えて、帽子を置いたことにできないだろうか。帽子をタッチして向きを変えてみようと。お、なんだこれ。帽子を置く、帽子を持つと、すでに置かれている帽子の向きを変えて、帽子を置いたことにして、どういうこっちゃ。全然意味がわかんない。ん？はい、これだけやん。この帽子掛けはね、帽子をもう一つ置く必要があるということは、すでに置かれている帽子の向きを変えて、帽子を置いたことにできないだろうか。え、これ上下動かすだけか。帽子の向きを変えてて、でも上と下だけじゃん。ああ。そういう系なのか。え？パッ。H-A-T。 あ、ちょっとわかったっぽい。あれ？でも違うか。ああ、いや、わかった、わかってるっぽいな、俺。はいはいはい。こっちかな。ああ、違うか。もう。まあ、こっちの方が正解っぽいな。これか。こんなトンチ、トンチ問題じゃないか。あれ？どっか違ってたっけ？はずでは。ん？合ってたんじゃないの？うん。どっか間違ってた。ああ、こっちの方が確実か。これでも見えるけど。ああ、そうか。しまった。あれ、でも。なんか無理があるよな。まあ、いいか。ルーク、私の考えはこうだ。うん。ルーク、これが答えさ。うん。まあ、言うまでもなく皆さんわかってると思うけど、まあ、こういうことだったって。なんかちょっと納得いかないところの騒ぎじゃないんだけどな、俺的には。レストラン入りねえ、バカ野郎。喧嘩直前みたいな、てんてんてんな。入れないね、結局。結局入れないんだ。あれ、いきなり食いそう。
35、結構重めだな。写真館の壁にかけられた4枚の写真、全部が同じコースで同じ時間帯に撮られた写真だという。ただし、撮影の時期は違い、よく見れば撮られた順番がわかるらしい。さて、順番を考えてほしい。ABCD のように並べた順番、撮った順に並べてほしい。はぁ？よいしょ。体質が変わってきた。冷え性になってきた。やべ、カメラがずれちゃった。よいしょ。これはどうなってんだ？時間が経過してるとかそういう話だよな。これなんだ？あれ？あ、もう回答しなきゃいけないのか。いきなり。はいはい。どうだろうな。A が一番後だと思うんだな。でも、このなんだろう、影も、この影もよくわかんないな。こういう、このなんか上の看板の、こう黒くなってるっていうのは、やっぱり、後で撮れちゃったんだよね。でも、これ、なんかよくわかんないな。間違い探しをして、ここ暗くなってる。他全部わかる。これの違いはこの暗くなってるっていうことなんだろうけど、意味がちょっとわかんない。あ、街灯は消えてるのか。うん。回答してみるか。あら、あ、見ながらできないもんね。C, D, C, D, B, A かな。あ。おう、よかった。案外一発受けた。落ちましたよ、先生。うん。ふんふんふん。看板故障。そうだね。ちゃんと見た場所全部が当たっててよかった。それ、この写真じゃわかんないだろ。うん。あ、違う違う。